はい、今日も天気なんですね。これなんか…今日はですね、暖かくなって春を探したいと思います。まず最初に桜です。こういうつぼみもいいんだよな。今日はね、禅の本にも書いてあった風を感じて季節の移り変わりを楽しむというね、いいことですよ。春満開だ。あとね、桜もいいんですけど、桜以外、これ何の花かわからないけど、それ以外もね、こう芽が出てる、こういう枝からもう春の訪れですよ。春というか、もう春過ぎそうなのかな。いろんなところから、すべてのね、こういうやつにもね、全部に対しても芽が出てきてるんですよ。やっぱりこういうのがいいですね。日々忙しく過ぎてるとこういうのを忘れがちですよ。そうやった。寝よう。はい、最近芽が、ナスがまだ出てなくて、キュウリが出ましたね。これキュウリ。で、これがオクラ。これほら、種の皮がついてるまで。で、これがミニトマト。
っちがね、でこれがアイスプラント、ここブロッコリーはもうめっちゃなってる。でこれはまだなってないね。ここらへんか。種から苗を作ったことがある人はわかるかもしれないですけど、あれ結構難しいんですよね。今日とか寒くて暑かったり、こう温度差がないとその種が芽にこうポンって変わらないことも多いんで、その種を土に植えるタイミングが重要なんですよね。これを時期がちょっと遅れたり早かったりすると芽が出ないんで、そういった意味でナスがちょっと芽が出ないから、多分もうちょっと暖かくなったら出るのかな。だからこの植えるタイミング間違えたらもう苗できないまま終わってしまうんでね、ミニトマトは出たんでよかったですね。植物はね、ほんと面白いんだよな。自分も大人になってから野菜とか作ってますけど、マジで面白い。なんか温度とかが整わないと 芽も出ないし、でこう成長過程が面白いし、もうね毎年育てたら芽を見て、あこれ何の芽だなとか分かりますもんね。ちょっと種類が同じだとちょっと分かりづらいですけどね。もうナスとかはすぐ分かるんですよね。紫のちょっと芽してるし、ミニトマトもちょっと産毛があるんで分かりやすいし、今日ジャガイモができましたけど、あれちょっとね、ジャガイモのような雑草みたいなやつがちょっと生えてきてるから、どっちがどっちかはちょっと迷ったもんね。毎年育てればこれがこれとかすぐ分かってくるんですよね。